今日はアンパンマンの工作折り紙で、アンパンマンとバイキンマンのお顔を折り紙で作ってみるよ。工作折り紙の箱を開けてみるよ。中には何が入ってるかな？わあ！アンパンマンたちのシールに折り紙、それから折り方教室も入ってました。ここにはできたお顔を貼ってくんだね。まずはアンパンマンのお顔から折っていくよ。アンパンマンのお顔の上の部分のここと下の部分のここを山折りにしていきます。山折りは横から見るとお山みたいな形になる折り方だよ。下の部分も山折り、ほらお山みたいでしょ。こんな風に折れたらアンパンマンのお顔の横の部分も山折りにしていきます。ぎゅっとしっかり山折りにするよ。反対側のこの線の部分も山折り。表にするとこんな感じ。今度はお顔の4つの角の部分、この部分を山折りにしていくよ。山折りにしたら、はい、アンパンマンの出来上がり。うわー、すごくよくできてるね。次はバイキンマンを折ってみるよ。バイキンマンもお顔の上の部分を山折りに。お顔の下の部分も線に沿って山折りにしていきます。こんな感じだよ。これができたらお顔の横の部分も山折り、反対側も山折りにしていきます。表にするとこんな感じ。ここまで折れたらさっきのアンパンマンと同じようにお耳の角を山折りにします。線が2つあるけど一番下のこの部分の線を山折りにしていくよ。はい、山折りにできました。でもこれじゃアンパンマンのお顔と同じまん丸だね。だけどバイキンマンには角があるよね。バイキンマンに角を生やしてみるよ。角を生やすには裏側にしてこの点々の線を今度は谷折りにします。谷折りはこういう折り方、横から見ると谷みたいになってるよね。反対側も谷折りにして、表にすればじゃじゃーん、バイキンマンの出来上がり。アンパンマンとバイキンマン、とっても簡単に作れちゃったから、みんなも折り方教室やこの動画を参考にしてアンパンマンとバイキンマンの顔を
折り紙で折って遊んでみてね。バイバーイ。その後ではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して遊ブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、遊ブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しい遊ブームをぜひ見てね。これからも遊ブームをよろしくねー。